こんにちは。本日 YGF についてご説明させていただきます、リー・リソです。それでは、早速、説明の方を始めさせていただきたいと思います。YGF は、不幸な火災事故が発生するたびに何か策はないかと葛藤の末、火災避難用防毒マスクを開発しました。有毒ガスが広がる緊迫した状況で、貴重な命を守ることができる必需品です。 火災避難マスク、スムトーンは不安な未来の危険から安全を確保できる非常用品です。火災発生時に最も重要なことはまさに呼吸を確保することだと言えます。火災発生時、ゴールデンタイムが15分ということはよく知られていると思うんですが、その間に呼吸を維持できるよう手伝ってくれる火災避難マスクを紹介します。 こちら今ご覧頂い,い,いているものが火災避難用マスクスムトン網なんですけれども商品名に関しましては ST200 となっていますこの商品は火災はいつどこで起こるかわからないので未然に防ぐために火災発災状況の中で火災を時に呼吸を確保できる呼,呼吸を確保することにより命を守ることができるという商品です。 女性やお年寄り子どもたちまで危険な状況から簡単に自分で着用できる製品がまさにこちら火災避難マスクスクムトウンとなっております商品の説明を詳しくさせていただきますと国内唯一一酸化炭素を99.9%除毒することに成功している商品でございまして構造といってましてはこちらのように。 この筒に粘着性ベースファブリックが付いています。こちらは特許技術で完成したものとなっています。で、こちらはですね。このように取り外しができるようになっていまして、ここにはですね。8個のフィルターが一緒になっていて、ここの部分で高濃度の一酸化炭素を99%ろ過してくれます。こちらのフィルターを詳しく説明まし。し プレフィルターエアフィルターそして繊維金属酸化性フィルターそしてエアフィルターそして吸着剤フィルターそしてエアフィルターそしてヘパフィルターで最後にシルコンパルプという8個の構造になっていいいますそれでは実際に着用方法,や着用方法を見ていきたいと思います。 まずこちらに箱,とし箱に入っているんですけれどもこちらの箱から出していただきまして出していただいたものがこちらになりますでここに見ていただくとこのシートがあるんですけれどもこれを簡単に取っていただけるのでここを剥がしていただいてこの剥がしていただいた部分を口の周りにつくように貼っていただくというものです非常に簡単ですよねなんかマスクっって聞くく、と、やっぱりすごく 大きくてかさばってすごくつけるのは難しいというイメージがあったんですけれどもこれだったらすごくお手軽につけることができるのでもしもの状況でもちゃんと対応できる商品になっているのではないかなといえますそしてこちらなんですけれども実験成績書というものが発行されていましてこちら今並べさせていただいているんですが火災事故の代表的な有毒ガス である一酸,化一酸化炭素の基準値である56%が 111ppm のみ検出され99%こちらでの性能が証明されていますそしてその他の有毒ガスや他の濡れ率粘着性などでも優れた性能を確認できますこれで実際に粘着率を見てみたいんですけれどもこちら剥がしていただいてここをこう触っていただくと見えますかね 剥がれづらくなっていてこちらもも吸着性はは優れていいるものではないかと言えますそしてこの商品をおすすめしたい方々なんですけれどもやはりもしものためのものなので皆さんおすすめしたいんですが特に。 住宅に住んでいる方アパートオフィステルホテルリゾートなどそういう住宅にいられる方はいつどこで火災が発生するかわからないので未然に防ぐためにこちらの商品を常備していただくと安全もしもの時でも安全に命を守っていただけるのではないかと思いますそして高層ビル例えばオフィスですとかビ,スビルとかでもぜひ取り入れていただきたいなと思いまして特にオフィスとなるとすごく高い高層階に位置する場合が多いですので。 その場合やはりゴールデンタイムという15分を守るためにもこのマスクとともに守っていただければと思いますそして産業工場や事務所工場などそして公共交通機関ですね公共交通機関においてもいつどこで火災が発生するかわからないのでちゃんと備えていただくと良いと思います本日こちらの ST200 をご紹介させていただいたんですけれどもやはり火災な などはいつどこで起きるものかわからないので、こういう簡単に備えれるもので安全対策をして、もしもの時のためにも備えられるように準備をしてい,いただくといいと思います。本日はこちらご紹介させていただきました。ありがとうございました。